紫スポーツ茅ヶ崎南口店の竹内と申します。今回はこちら2023年7月にリリースされたばかりのチャネルアイラーズ CI ログを徹底解説していきたいと思います。この CI ログなんですけれども、あの CI ミットをプロデュースしたデボン・ハワードさんと、シェーパーはカリフォルニアの超、ベテランレジェンドシェーパーウェン・リッチさんによってコラボレーションで生み出されたモデルとなっております。こちらの CI ログのコンセプトなんですけれども、トラディショナルロングボードと言われまして、まあ、いわゆるクラシック系の伝統的なシェイプデザインをコンセプトとしておりますが、ちょうど今 US オープン真っ盛りですけれども、 WSL のワールドツアー、ロングボードのツアーやシングルフィンの大会などでもしっかりと活躍できるようにシェイプデザインをアレンジしております。はい、まずは、シェイプデザインで、アウトライン見ていきたいと思います。わかりますかね、こちら、ピグと言われる、まあ、ワイデストポイントがセンターよりもやや後方にね、幅を持たせたピグと言われるアウトラインなんですけども、まあ、そこまで、お尻がでっかい印象はないですね。ソフトピグと言われるようなアウトラインです。続いてこちら気になるロッカーですね。ちょっと今引きで撮ってますけども、お分かりでしょうか。結構ロッカー入ってますね。ノーズに向けてこんな感じです。でセンターからテールにかけてもかなりキックが入ってますね。センターに関しても、まあ、フラットの面はねあるんですけれども、結構エリアは狭そうなロッカーですね。さあ今度はデッキ面をね表にしましたね。こっちの方が結構分かりやすいですね。かなりノーズに向けてテールに向けて結構キック入ってますね。これはすごい。CI ログといえばね、この特徴的なノーズデザインです。ブラントノーズと言われまして、まあ、いわゆるこのロングボードのね、このラウンドノーズの先端部分をね、こうバサッと、切ったようなね、デザインです。キックっていうか結構ね、アップされてるんですね。はい。で、あとは、このラウンドがやっぱりね、効いてますので、ノーズライディングねしてもね全然刺さるような印象はなかったです。続いてテールエリアです。はい、先ほどもねお伝えしましたが、かなりねテール付近のロッカーキックが入ってますね。でテールエリアのレールに関しても、もうエッジはね、入ってないです。ここがいわゆるトラディショナル、ロングボードですね。伝統的なアップレールをそのままテールエンドまで、持ってきてますね。で、この本当、端の部分かなりシャープに、ね、薄い形状になってます。まあ、このテール形状だったら本当にね、コントロール性がいいなっていうのはもう伺えますね。さあこちらレールですね。はい、ノーズ付近に関してはかなりアップレールになってますね。はい、角度でいうと結構どんくらいですかね、80-20ぐらいな感じ。はい、かなりアップが効いてます。でセンター付近に関してはこちら結構50-50 ぐらいの、はい、ノーエッジとなってます。はい、続いてボトムのデザインです。こちらノーズの先端部分ですね。はい、結構ね、まあ、キックが入ってるからっていうのもあるんでしょうかね。先端部分に関してはノーズコンケーブっていうのがなくて、結構ねフラット気味な形状ですね。でノーズから、まあ、10センチ-15センチぐらい後方からノーズコンケーブっていうのが、はい、入っていってます。
ですね。で結構やっぱりノーズライディングっていうのがねしやすいように、よいしょ、かなりノーズコンケーブも、はい、深めに長く入ってますね。さあ続いてこちらがセンター付近のボトム形状ですね。ラウンド形状です。いわゆる春ボトムといわれるお椀型のデザインです。この辺が後方部分、テールに向かってのラウンド形状ですね。はい、フィンボックス通過しました。この辺テールエンドになるとかなりね、まあ本当に V 形状じゃないかって言われる感じのシェイプデザインとなっております。さあこちらの CI ログ専用品っていうのもリリースされました。まだね日本にはね入荷の数少ないんですけれども、入ってきております。形状はね結構最近流行りのテンプレートですね。ベースの部分はかなりね広く取ってます。まあここでしっかりとね、ホールド性安定感っていうのを生み出して、でトップに向かって、まあ、冷気も入って、かなりね先端部分はシャープになってますので、まあここでね、ボードコントロールっていうのを、調整しているような感じのフィンですね。サイズが 9.5 とこちら 10.0 とあります。ボードのレングスで 9.0、9.3 フィートですとこの 9.5 で 9.6 フィート、あとはそれ以上のサイズに関してはこの10っていうのが、おすすめです。こちらの CI ログ、私今回も試乗してきました。2回ね試乗してきたんですけれども、波のコンディションは、オンショアの桃前後ぐらい、あとは、台風のうねりがね入り始めた腰原のコンディションでやってきました。試乗したサイズは 9.3 フィートの、サイズとなってまして、第一印象は、結構ねやっぱ PU の板でやっぱり重み、結構ずっしり感のある板なんですけれども、乗った時の印象はその重さがね全く感じないですね。とにかくこのテール付近でのボードのコントロール性が非常に良くて、もうスムーズで滑らかに動く印象でした。ウォーキングもまあふらつくっていうことはね感じなかったですし、なんといってもやっぱこの特徴的なブラントノーズですね。このスカッシュテールのようなこのスクエアなノーズによってノーズライディングもかなり、安定しました。さあこの CI ログいろいろとね解説してきましたけども、まあ解説動画見ても、まあ、実際に乗ってみないと分かんないし、見ただけじゃ分かんないよっていう方に朗報です。茅ヶ崎、南口店の、こう1階のフロア、あとは千葉の虎見海岸にあるサーフガーデンの、2階のフロアで、なんとサーフボードステーション、サーフボードのサブスクでご契約いただくと、なんとこの CI ログが乗れちゃいます。まずは入会の条件としまして、紫スポーツのポイントアプリにご登録、インストールしていただきます。で、両店舗でどちらでもいいのでね、ご契約していただけると、こちらのね CI ログとか他の CI ミットとかも乗れます。で、料金なんですけれども、サーフボードの料金に関しては30日1万円、180日で5万円、365日のご契約で7万円となってます。で、あとは、フィンのオプションもありまして、30日、2000円から、設定します。で、壊れちゃったらどうするのっていう、お客様のね、声もあるんですけども、なんとリペア保証っていうのも30日の、期間で2000円でご契約いただくと、まあね、ちょっと壊れちゃったんですけどっていう方でもお客様のご負担はなく、安心して試乗ができる
できる、そんな、ね、サブスクのサービスをやっておりますので、ぜひ、紫スポーツ茅ヶ崎南口で、あとはサーフガーデンの方でもね、サブスクやってますので、ぜひ、ご利用お願いいたします。で、店頭在庫に関してはこちらの茅ヶ崎南口で、あとは湘南エリアですと藤沢大葉店、湘南の鵠沼店の方でも、CI ログのストックで、ね、ありますので、ぜひ店頭でもチェックしてみてください。